皆様こんにちは。ペットリフォームのセラピー榎本です。弊社は2023年10月よりペットと泊まれる宿へのリノベーション提案を本格始動いたします。軽井沢と箱根にある宿泊施設でペットと泊まれる宿と一般的な宿で宿泊料金を比較すると、箱根ではペットと泊まれる宿の方が約 1.6 倍高く、軽井沢でもペットと泊まれる宿の方が約2倍も高く設定されています。ペットと泊まれるという付加価値をつけ、施設との差別化を図ることで宿泊料金が高くても集客が見込めます。ホテルリノベーションのご相談お見積もりはセラフェの元にご用命いただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。